ねえ新田さん、主婦ですけど、政治の話題って主婦の間で上がります？あ,あ、やらない。あんまりやらないですよね、うん、やらない。僕もやらないですけど、あのー、ちょっと、んと先週、ちょっとあのー、尊敬する方から、うん、知ろうとしないのは罪だよって言われてしまって、<ー>ちょっとショ衝撃。か 知らないはいいけど知ろうとしないのは罪知ろうとしないのは罪だよって言われてじゃあ僕たちがみんな罪人みたいな感じになってしまいますけど <laughs> 夫婦ではやるんですあマジで、はい、夫婦ではもう朝まで生テレビてるマジで、はい、えー、すごいじゃあ考えてるんですね、はいはい、ただあのやっぱり宗教とか政治の話って、うんうん なんかよっぽど心が知れてないとそう自分のあの男3兄弟なんですよ自分が長男で2個下で11個下最近3名のラインがあってずっと政治の話してるんですよだけどあのうちの弟が寡黙なやつでこいつマーコっていうんだけど全然喋らんからところがこいつもうよく政治と歴史勉強しててめちゃめちゃ詳しくて。 もう何でも聞いた全部あこれは高校で何年にこれがあってこうなんだよって、うん、全部瞬時に答えてな、うんいやもうで今まで言わんかったのつってやっぱもうこの手の話だか,からデリケートだから、うん、兄貴とか弟にも一切しなくてそれであ兄貴たちも弟も喋っていいんだってって今オープンであそうなんですね。はい、で僕は結構 あのー、無関心というよりは役割分担だと思っているところがあったので、うん、<laughs> 自分もそれ分かりますあの無関心ではないんですよただあのー、自分の生活とかもあるし自分のやりたいこともある中、うん、あまり避けないそこに時間がで政治の話をしていることを趣味みたいにもしたくないっていうのもあるのでな、うん何でかっていうと自分,自分自身 を変える方が大変だから。うそうですね。世の中変えるパワー、なんかね、そこが自分を変えるところから家族を含んで世の中に向かうようなベクトルがないと、ちょっと政治がそのベクトル上で見えないんですよね。<ー>なんかちょっと遠い感じがするっていうか、うね、なんか蚊帳の外にいるのかい、いさせられているのかっていうところで、ただ、 知ろうと知らないしないのは罪だよって言われるとちょっとちょっとね、ドキッとしますね、ドキッとするのでじゃあ、ちょっとあの話はそれましたけども、省庁に一回、また、そういやこれ,それてないんですよあそれであ一緒それも一緒、実はそれも,あのもっとあの高い次元で話をしようとしてて、あ,<ー>あの今、ここ、がナビラはあの例えば、すずめの視点でしゃべってるわけではなくて、すずめって。 10メータータぐらいのとこですよね鳩、うん、は1 0 0ーぐらい鳩じゃなくて鷹ぐらいの視点でちょっともっと上からってことですだからちょっともっと上からしゃべると鷹の俯瞰での俯瞰でするともう道筋見えなくなっちゃうじゃないですかだから今日はちょっとスズメまで降りてきてうんうん、うん、細かくちょっとあの丁寧に丁寧に言うと小腸が世界を作ってる可能性があるんですよ <laughs> 危ないんですけど危ないね。省庁って、我々の、今日も結構、お客様のまで改弁だったんだけど、その、腸が世界を作ってる、はい。もう気づいてしまったんで、僕、もしかしたら、明日殺されるかもしれない。<laughs> <laughs> 徳さん、一応念のため、誰にですか小腸に。小腸に殺されるのはい。あこいつにばれたっつって。今もう、僕が喋ってること時点で。腸が今、しかんでる。ただ、しかんでるけど、あのー、今すぐ殺すと、うんうん、これがネットで大騒ぎになるんで。<laughs> <laughs> そっか今行っ,、ね、った瞬間、僕がポッて死んでしまうと、<laughs> まあ、徳志登、本当に腸に殺された、うん、に殺されたことになるから、今、会議してるんですよ、象徴が。なかというと、僕たちの体の細胞っていくつあるかしあの覚えてますえの私は王とかに書かれてましたよ。60は覚えてるけど、単位が腸なのか、奥なのかが忘れた。腸だけに腸ですね。ああ、腸で入ってんだ、<laughs> はい、あ60兆個、はい。細胞60兆個なんですけど。 60兆個のもとは何個なんですかね、もと。精子じゃないですか、うんうん、精子と卵子みたいな感じですよね、もと<あ>は精子と卵子がくっついて1個作るんですよね、うん、精子が半分持ってて、卵子が半分持ってるんですよね、うんうん、図面を。で、精子と卵子がくっついて1個になるんですけど。 あの精子のミミズ、おたまじゃくしみたいなイメージありますよね。あり、はい、ある,あ,る,あ,るあれ、頭の部分だけが人で、後ろの弁藻って、あるウイルスって知ってましたあそうなのはい。つながってないのあれ、人間じゃないんですよ。なんであれ、ウイルスえ。ウイルスの定義はあの最近です、何か、何別の生き物なんですよ。じゃあ、もう全く別物ってこと、頭と。精子は人の dna のじゃあ,あのその虫が勝手に泳がしてる感じ頭虫と合体してるハイブリッドなんですよああなるほどあそうなの初めて知ったつながってないんですかあれあの人間の人間の DNA じゃないはずですよあれおいちょっと半蔵精子のこれちょっと調べてこれあのあの弁網みたいなあれ何、うん、か何なのか、うん、へえこんだけ生きてきてはい、うん、今しか知らんっていうでよくあのファブリーズ とか買ってる方は一応騙されてるんですけど。ファブリーズってあの。ファブリーズとか消臭リキとか買ってる人は消臭リキってチンチンの形してますよね。え、チンチンの形してる？あれあれスプレーですよ。あのあの置くやつ。ああ、そうじゃチンチンの形してます絶対狙ってますよね。こいつはメーカーにね問い合わせましょう。ああ、これあれチンチンの形を。あれ狙ってますよね。狙ってます。あのなんで買ったら。 スターバックスのロゴマークもあの男の人のシンボルに見えるとか女の人の何かに見えるとかあそういう話ありますよねこんなのはちょこちょこ入れてるとかそういえばありますね<ー>コカコーラのボトルは女の体だとか<ー>あじゃあもしくてペットボトルもそうですかあると思いますけどね<ー>あなんかハットリックマック マックのマックシェイクのストローあるじゃないですか。マックのシェイクのストロー。がなんか女性の乳首の平均の大きさみたいですよ。ああそれはあのなんかマジかですね。はあやっぱり人間うう加えやすさですよね。だけど当たり前と言って当たり前ですよね。ええ、はい、あまあ、そこもそう自然の理に理にかなう。あ,あ当たり前。マックのストローのあの穴の大きさは女性の平均の乳首のサイズって。<ー>マックシェイクの。 シェイクかちょだけど、当たり前ですよね、すぐに言われたらそうだけど、でもそうやって実際売れたっていうのがね、面白いなと思って、そうですね、だから、あのどこから戻ればいいかあるんですけど、省庁に100兆個のウイルスがいるんですよ。 大腸とかお腹の中に細胞より多いさそうですよだから僕たちよくしょあの除菌とか言ってますけど、うん、菌そのものなんですけどねあ<ー>あ我々がねなるほどあの今とんでもない事実を話しているので、うん、今日ちょっと大変なことに気づいたんですけど、はい、あの60兆の細胞がなんでわざわざ100兆のウイルスを守ってないといけないんですか 僕たちが外にいるんですよこのお腹の中にウイルスってあこのウイルスはいいも悪いも全部あそっか善玉菌も含めてね寄生してる強制してるんですよ強制だね強,強,制だ強制してますよね一緒に生きてるじゃないですか、うん、この100兆のウイルス取ったら人間死んじゃうんですよ、うん、病気になったりとかああこれが守ってくれてるわけだはいはい善玉菌いっぱいいて、まあ、どれがいいとか悪いとかの定義は分からないですけど、うん 100兆の細胞が、60兆の細胞と共にあ、100兆のウイルスが、100兆のウイルスですよ、うん、60兆の細胞と共同して、僕たちのボディーを守ってるってちょっとやばくないですかじゃあ、お互い、あれだね、外側はうちらが守って、内側は彼らが守ってみたいな。はい、で、今、とんでもないことを普天間さんに言ってると、普天間さんも狙われますなん、まあ、でで今のののの何した <laughs> あの超,超レベルの高い鷹の視点から、はい、今 ひよこのところまで降りてきますけど、はい、僕たちは、今、さっき、言いましたいや、だ自分たちがまあ外側で守ってるから、今そ、なんて言いました、外,<側>外ですよね、はい外はい外、はい、か守ってるから、で、えー、内側はお前、守っとけよみたいな、お互いのなんかね、はい、そういう契約が成り立ってるわけですよね。要はですね、内と外の話してるじゃないですか。 ここの現実世界に物質化して、物質が集まって、外に出てきたのは僕たちなんですよね。あはあ、じゃあ、われわれは昔は何もないこう意識から始まったってことでしょ中に入ってるんですよ。全部中にあるんですよ。中にいたのが外にいた。中に何かあったんですよ。全部中にあるんですよ。これ、ワンネスとかの考え方ですよね。全部一つのな、一つある、なんか全部入ってるものがあるじゃないですか。 それがビッグバンとともにバーンって爆発して飛び散ったんですよね、うん、飛び散ったら飛び散ったものが外に行けば外に行くほど混沌として複雑になっていって多様化していくじゃないですか、うん、で外に外に外に散らばっていったものが途中でバラバラになったのが大体水素とかですよね、うんうん、水素とか細かい粒がで水素が水素同士なんかの反応してギューっと集まってきたら星雲が出来上がりますよね雲。雲が、うん 星雲みたいな、あの、星間雲みたいなのができるんですよ。うんうん、星と星。うん、まあ、とりあえずガスができるんですよ、ガス。そのガスが集まって集まって、水素がもう少し集まってきて、ある程度たくさん集まって、なんか何千度かで燃えたのが原子星の始まりですよね。原子星。 でこれが燃えて原子炉が明るくなってきて主系列性になるとかあの水素ヘリウム核融合反応っていうのが大きいんですよ。そしたら重い物質重い物質っていうのをどんどん作っていくんで<ー> 1>, 1回目太陽がドーンって爆発しないと、うん、一番最初の恒星うん、うん、星がバーンって爆発した後に窒素とか炭素が出来上がるんですよ<ー>リンとかだから1回星がバーンって爆発しないと 僕たちの体って炭素とか窒素とかじゃないですかその物質が作れないですよねでその物質がばーってばらまかれて今度またぐるぐるぐるって集まったのが地球じゃないですか、うんね、でその地球の中で地球の中にも核がドロドロに溶けて、うん、マントル対流っていうのを起こしててうん、うん、中心から外側に中心から外側にって地くだから要はそれがあの プレートテクトニクスっていう地震とかを起こしてる証拠ですよね要は地球っていうのは卵,の卵にすると卵の殻みたいのがあって白身の部分がマントルですよあ<ー>白身に当たる部分がマントルで、うん、卵の黄身に当たるムールが核っていうんですよで核は実は黄身は2つに分かれていてうん、うん 外角と内角ていうのに分かれてるんですけど、うん、外角がたまたま圧力と、たまたまの圧力と温度の観光で溶けてるんですよ、うん、実は地球の中心が溶けてるんですよ、中心の中心が固体なんですよ、まま不思議じゃないですか、うん、卵の黄身が核なんですよ、うんうん、卵の黄身は外角と内角に分かれてて、て、うん、梅干しみたいなイメージでいいんですけど、種みたいのがあるんです、梅干しの種みたいに。 これは内核っていうんですよ。うんうん、ここ硬いんですよ。うんうん、だけど外角、梅干しのムニュムニュみたいなところが液体でぐる、液体なんですよ。そこが鉄とかニッケルとかが溶けてる、うんうん、金属が溶けてる液体になってるんですけど、うんうん、それが地球の自点に引きずられてぐるぐる回ることによって、磁場を発生させるんですよ。で、うん、磁場を発生させて、太陽の光の有生物にとって有害なやつを遮断させて、うんうん っていうことから地中から今度ガスが噴き出してっていって水を作ってって順番になって水なんですよ僕たちは水なんですよだから<ー>なんでかったら水なんで水かって言ったら水だけが液体気体固体になれるんですよ水だけなんですよ液体水体固体水<え>なれるほのは慣れないんだなれないですへ慣<ー>れないジュースなれるんじゃない それは水が混ざってて、水に混じり<ー>ますよね。あそこも、そこ水、水ね。はい。水しか、水しかないんですよ。だけど、私たちは、水について何もしてないじゃないですか。で、この水って、やっぱり、命のもとだから、なんでかっったら、海水の中で生まれますよね。海水の中でなんか有機物ができて、なんか、ね、スパークかなんかわからないけど、うんうん、ね、 それが6億年前ぐらいにいきなり起こるんですけど33億年前ぐらいには卵巣類っていうのがたくさんいるんですけど33からいきなり6億年ぐらいになると今いる6億年前に今ここに地球上のすべての生物の祖先が6億年前に一瞬にして現れるんですよ<ー>ドーンって<ー>ドーンカンブリア爆発っていうんですけど<ー>いきなりドーンって集まるんですよでその中で最初細胞1個じゃないですかうん、うん 細胞1個をコピ,コピーして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 作るだけの細胞なんですようん、うん、まるで精子と卵子がくっついた時のものと一緒じゃないですかうん、うん、ほら精子と卵子がくっついたら1つの細胞ができますよね受精卵がこれが海水の中にある1個の細胞だと思ってもらったらいいじゃないですかうん、うん、ほらそれが同じものをピコピコピコって1個が2個 2>,、うん、2個が4個4個が8個8個が16個って作るんですよね作っていくうちに して最初に全部の細胞が全てのパーツになりうる素材だって知ってます<ー>もっとおたたしたら当たり前の話ですよね。最初1個ですよね。精子と卵子がくっついて1個の細胞が出来上がるい,、ね、じゃないですか全部同じだけど俺は脳に行く俺は鼻になるとか、ね、全部のパーツが作れるっていうことに気付いてもらっていいですかあそうだよねやばいですよね。じゃあもう1回言いますけどこの精子と卵子1個にとんでもない情報が書かれてるっていう。あそうだね そのの書書かかれてているるものは何に書いてあるんですか、えー、水ですよ。<ー>水が紙,にき紙ですよ、紙。<ー>それに DNA っていう鉛筆かなんかで図式書いてるって、こんだけ当たり前の話じゃないですか。<ー>ですよね。じゃあ、われわれは水の情報だけで今生きてるんだ。水,水があって、それを1個、水の中の何個固めたもの、うん、H2O 絡みで固めたものが。 なんかもっと目に見えないもので書かれてるんだけどうん、うん、その元になるのは水じゃないですか<ー> 1> 水一粒っていうか細胞1個ですよ細胞1個っていうか受精卵1個これが2個4個8個ってなるんですよね<ー>その中で1個だけ口はここにするって最初に原稿って口ができるんですようん、うん、口ができた瞬間それに対して鼻目手とかの位置が全部決まって その細胞がガガガカガって。じゃあ誰かが一個決まったら全部決まるんだっね。そうなんですよ。まあどこからがスタートか分からんけど。あ、それが腸か。腸なんです。だからなんでかって言ったら、それって栄養と、まず栄養を取らないといけないじゃないですか。<ー>なんで、生き物って栄養を取って、栄養を取らないといけないじゃないですか。栄養。うん、栄養を取ってる一番美味しい思いしてるのはどこですか腸ほら。腸が自分たちが美味しいエネルギーを食べるために、うん、都合よく、 僕たちの体をまず、もっともっと栄養を食べてもっともっと楽しくしたいっていうう、もうまず目に見える栄養と目に見えない栄養って何か分かります情報そうですよ、幸せだとかいう情報ですよ。あだから俺俺、最近分かった、セロトニンっていう幸せホルモンがあ謝のホなモンすか、感謝のホルモン。うですね、だから、腸なんですよ、心臓にもいっぱいあるんですよ腸がが栄養が欲しいんですよ。 腸がよく今日腹に落ちるって話、丹田、うん、とか呼吸をお腹に意識してとか全部中心持ってくるじゃないですか、うんうん、体の中心に一番大事なもの持ってくると思いませんああ、中心だね。そう,ねそうだ、丹田の奥は腸だ。<laughs> だからこいつらが俺たちを操ってるんですよ。アビびイ。<ー>だから気づいちゃったんですよ。そしてこいつらは 意識化に上がってこないから現実化の方じゃなくて内面の方に向かうんですよ、うん、だから腸の細胞は全部僕の腸の,あのウイルスとか、うん、あの全員の腸のウイルス全部つながってますよ、うん、あの意識化でこれが潜在意識ですよ集合意識ってやつですよ腸全部が人間の中にいるあの細原さんの腸の100兆の細菌も,ウイ,も、うん、ウイルスも僕のウイルスも実はここで 話してるんですよ、えーで。自分たちが生き残りやすいようにやってるんですけど、やったやった体大丈夫かとか <laughs> 言ってるんですよ。うん<ー>。ワッター体失敗したやつさ、脳が、脳がちゃんと動かんからもう、もうとりあえず、あの、あの、しあの楽しくないで殺しちゃうか<ー>みたいな。<ー>だけど、ワッター蝶は喜んでるから、あ、このやり方がいいよ。このボディ最高やさ。この意識とこのボディは、 残したほうがいいからセックスさせれってからうんな,なんでかっていうと腸も DNA も要は DNA をどんどんコピーして後世に残していけるのはうん、うん、どれが一番社会に適応するかっていうのであらゆる多様化された人間の中で腸が生き残りゲームしてるんですよ<ー>腸が生き残りゲームってすごいう言葉だね。腸内革命でもそうだ あそういう話なんですか、腸内革命って。うん、腸が免疫のことでではあるんですけどでまあ僕はだから、腸が、今日の気づきは、腸っていうこの一個一個の細胞が、テレパシー的にあのつながってるんで、それが地球全体でもしですよ、みんなが誰かの不平不満を言ったり、誰かを受け入れられない、のこの塊が、ストレスが。 脳から分泌されて意識化で世界を見た情報を取ってるのは目ですよねうん、うん、世界を見てますよねそれを意味づけした脳があ世界は素晴らしいと思ったらセレトニンとかいっぱい出しますよねうん、うん、した腸内環境が良くなるから楽しくなりますよね楽しい人は輝くじゃないですかうん、うん、輝いたら楽しいから雄として雌にモテたり雌、うん、として雄にモテたりうん、うん、あとは 気分がいいから最終的に若いしセックスするじゃないですか。で、子供が生まれて子供も楽しく育ってて、この子孫が、幸せな子孫が、な幸せな人がたくさん出た方がいいでしょ生きていくためには幸せな心がある方が生きやすいから、そういう人が、あ、あの人たちのが本当に幸せだけど、知ってました あのハットリー君素晴らしい今日セミナーで実は今日、うん、夜のセミナーは夜のセミナーは今日この話をする予定だったんですけど<ー>幸せと超幸せな人の違いって知ってます？超、えー、が綺麗かどうか超です。なん <laughs> <laughs> じゃそら。<laughs> <laughs> いいいいラジオになってるでしょ。<laughs> ほんと当ね今ここうがなびらにふさわしい内容ですよねちょっと哲学的というかね今ここが腸なんですよ本当に腸なんですかはいういうことなんですかそういうことですねじゃあ本当にも超きれいにすることを日々努めて食べ物とか気使ったらいいってことですよねだけど要はいかかに吸収すするなんでよだから何を食べるかじゃないんですよねいかに出すかだいかに出すかでもありますね腸 いかにいかに壊していかに外をうんこにするか、うん、要はエントロピーの増大を止めるかうん、うん、要はあの部屋を例えばあの自分の家を締め切って中で生活すると、うん、混沌の中めちゃくちゃになるじゃないですか、うん、家の中だけだったら家の中だけで動いてたらなんでかっていうと風通しよくしないと。うん 汚れるんですよ例えば水槽の中の水閉じ込めると、水が汚れますよね、回さないとねこれ、エントロピーが増大するっていうんですけど、自分の体の中の水も流したり、気も流さないと、長空ですよ、だから、だから実は当たり前の話しますけど、細原さんとか知ってますけど、肌って外界と中の自分たちを行き来させていますよね、皮膚で。 外界、内海ていうのは定義上使ってますけど、本当は環境の一部なんで、自分たちもうん、うん、定義上は、待機場、説明するために使いますけど、うんうん、外界からの空気を入れてますよね、肌呼吸して、外に不純物とか汗とかで出してるじゃないですか、これ全部、だから扉だらけですよね。ああ、うん、皮膚は扉ってまた面白い感覚だね、皮膚全体が全部,全部扉だこれ。だけど、なんで扉作ったか知ってます危険 いや海かから陸上に上にががるためですよ何そうなのもともと水中にいる細胞が陸に上がりたいと思ったらどういう準備をすればいいんですか、えー、乾燥に強い体乾燥に強い体かだからカニみたいに骨格で、うん、ああの塞ごうかなとか考えたんですよあ,<ー>あらゆる可能性があるから、うん、まずはタコみたいな形になればいいのか魚で初めは節足動物とか簡単な生物から、うん、途中からあのね あの脊椎動物に進化すするじゃないですかうん、うん、で背骨を持って、だからこれが基本的な設計、鉄骨ですよね、うんうん、家建てる時も鉄骨から建てますよね、うんうん、鉄骨作って、こうやって細胞作って、ねうんうん、だけど途中で魚になって泳いでたんだけど、もっともっと世界を見たいなと思ったんですよ、うんうん、意識が。もっともっとだから、だけど魚も細胞の集まりですよ、うんうん、<laughs> 細胞の集まりが動いて、細胞の集まりを食べたりとかして。うん やってるうちにもっと何か自分は何何か知りたいじゃないですかうん、うん、知りたい知りたいって興味心があって陸上に上がろうと思ったら自分の体を皮膚で覆って骨格作って外に出て這い上がってきたのが爬虫類ですよね、うんうん、で爬虫類は這い上がってきて両生類でか両、うん、生類が這い上がってきてその後爬虫類になりますよね爬虫類になったら何を産みます卵 卵をますよねほら卵1個の中に全ての情報を入れたじゃないですかだけど卵の殻って要は海の中だと殻はなかったけど外にしたから殻が出来上がったんですよね陸上にしたからそしたらこの殻呼吸してますよね同じですよね殻も中と外ずっと呼吸しててだけどすごくないですか中にあるる卵が外とと内呼吸してだけで 熱エネルギー与えるだけでヒナになるってやばくないですか<ー>やばいっすよねすその黄身と白身ってただのその栄養としての材料だけですよね、うんうん、その材料に精子と卵子があってそれになんか温めるっていうなんか外からのちょっとなんかねうんちょっと,うんとスパークさせるっていうかなんか、うんうん、なんかさ魚とさあの人間の間に 人魚っているさ、ああ人と魚って書いてマナティーって人魚って言われての、言われてるわかるわか聞いたことある。水族で見たことある？海洋博物こんなって鰭で立ってるってば。ああわかるわかるわかるあれは骨になる。お猿さんがやってるんでしょ。あバイト。バイトドキドキ。彼氏もいる。やめて。あのでも本当こんなって感動したってば。やってね。 今の素晴らしい<れ>素晴らしい学びの奇跡の瞬間なんですけど <laughs> 細原さんが、ね、根っから心が綺麗なのでマナティーをこんだけ楽しく話できるんですけどマナティーって人魚って言われる意味はこの順番なんだと思った,、ね、ってた海から陸にいきなり海から陸で生活できないじゃないですか<ー>やっぱり手とか出来上がって陸に上がってみるかみたいな。じゃあ今からノリティって呼びますか、ね <laughs> ノリティーノリティーと細ティーがありますけどどっちですか？<laughs> ノリティー <laughs> ノリティー <laughs> 選べるの。 ノリティーノリティーですね。ヨーロッ行ったら水族館の他に隣のマナティー館もお願いします。こ,こんなって立ってるって言ってましたよ。<laughs> こんなってさほ、ね、んとこうやって泳いでるわけ。<ー>手ついて。わかるわかる。何十枚も撮ったやつ。<laughs> <laughs> <laughs> それアムービーがいいなと思った途中でやったんだけど感動した。花はこんなんだけどね。だからあ人形って言われる理由はそこなんだなって思いながら今聞いてた。<ー>あのタ、ー、コとか。 イカの話のマナティも面白いじゃないですかであの水族館って水族館の中で外が面白いのわかりますあ海のあ亀のところとか亀とかさうん好き亀とか最近水族館行きましたけどもう中減らなかったのにへえ。もったいないいいややで外が楽しいのに子供いる遊具も上等だしさそう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 遊具増えたねイルカショーもたださそうそうほんで水族館お金かからないんですよそうそうそうむしろ外が楽しいなんかイルカがジャンプもしてくれるよね手触れるようなところでね そうそう、すごいでも細胞って、だからね、細胞やばいね。自分がこうなりたい、向こうに行きたいっていうものに、形を変えられるって、そこ、だからなんかがあるはずなんですよ。なんだろうね、のねだから決まったら、じゃあ俺は薬指なるとかってなるんでしょ、その細胞で、俺、薬指に行くよって言って、お互いがしかも喧嘩しないで。なだったかあの ちょっと細胞の名前は忘れたんですけど細胞何,何千何百ってあるのを何とか菌っていう菌ですよ菌の集まりなんですけどなんか火とか置くと細胞が他の細胞を守るという自己犠牲で死んだりするらしいんですよマジで連絡取り合ってアポトーシスするそう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 。自らアポトーシス爪,爪も爪もですよ 自滅、周りを守るために自分を増してで新しい細胞を増すみたいな爪とか髪の毛とか全部皮膚とか自分で中を守るために自分で死む細胞ですよそっかそっか代謝しないといけない新陳代謝っていうのは生まれ変わりだから自らを死することで次のものに託すみたいなそれもあるし新ししい方が元気であと細胞って作るより壊す側の方が多いんですよ だけど本当はあるべきなのは思考も体もそうですけど壊さないと出さないと中に入れられないですから、ね。壊さないと出さななないいいとと出入ら 骨は特に骨が細胞って言って壊さないと新しい細胞ならないんです。骨壊すってどうするんです？運動するってこと？そうです。刺激は刺激です。だから歩いていったら歩けば歩くほど骨が強くなるのは骨が細胞が壊れながら新しくなっていくっていうのが早くなるから。今もうノリティがすごいこと言いますよ。壊れながら新しくなっていく。ねえ、いいことね。壊れないと新しくならないしさ。ノリティで。 人間でもないのよ。魚でもないのよ。危ない。何者ま今日から七月だから海でね。そうね。もう切り替ったし。あ、そっかもう折り返したわけだ今年も。そうなんです。今日はなんか知ってましたふていまさんなんか世に出しても恥ずかしくない内容になってきてるの。超すごいよね。入れ替える話。あともうねあの特あの特地登の D N a も入れ替わったんですよ。そう入れ替わったんですよ。本当に思うよ。六月中に。何ですか。なんか。

流れて流して水に流して <laughs> 今行ったのに突っ込まないと超越したってあそっかテーマ超でやってるから声超超越とかねえのが超越プニョンじゃないねプニョンじゃないよ,ないよピコって,コっておやばいんですごい僕はもうやばいもう分かったんですよ、うん、水は情報を入れるんで、うん、あの普天間さんの アファメーション、うん、水セットにした方がいいですよ。なるほどね。<laughs> 水セット飲みながら、あの、アファメーションするってこと。あの、あの、僕、もう、前からなんですけど、今回落ち着いて。今、ここ、ウガナビラ熱いところ、お付き合い、ありがとうございます。<laughs> <laughs> えー、これちょっとあのここはあれあれだなラジオっぽくなってきたなやっとなえー、んいや九ヶ月九ヶ月経ってやっとラジオっぽくもうちょっとで連結え九ヶ月も経ってるんですか十十一十二でしょプラス六だからそうもう九ヶ月超えて今十ヶ月目とやだってと月き十日ですよ、えー、やっぱり継続は力なりですね、えー、ちょっとそうだんだけど生まれちゃうあのーえー、なんとなく何の目的もなく始めてるんですよこのラジオは。 でもそういくでここまで。そう。超いくね。超いくふう。超い普天間さんとも、そんなに、あの、親しくないですよ。ここでしか会わないみたい。いや、私もこの間、事務所だった時、なんか変なドキドキ。違うところであの、ドキドキ。そうか、そうか、そうか、こんなのあるみたいね。で、どうなったみたいな。ラジオじゃないとこだからね。ここだったら、わかるけど。だけど。 直感的に福田さんに会えてよかったなと思って。おおやった。うん、いやラジオができたのは福田さんと会ってなかったややってないですかね。のり<ー>ですよのり。のり。うん、<laughs> 大人気だね今日ね。今日のりティーからねのりからね。らねやっぱりいいね。でだけど新津さんあのー、さっきの質問なんかなんでした幸せと超幸せな人の違い。違い超。まあこの超はあの。 この蝶もそうなんですけど、うん、だからで超幸せな人って友達で誰ですか頭の中でイメージできますあーもう人パッと深掘んだろうねいろ小谷よし樹っていうデイジすごい男いるわけ <laughs>、えー、もう全身からもうね幸せな波動を常にほとばしってる男いてから、うん、この人の周りにあるものは何なんですかね 何かなもう面白いこと面白い人とかものとかしか起きないよもう空港行ってからうんこしてて結局台湾行くって乗り遅れてから普通に帰ってきたりとか <laughs> うんこで乗れんかったさー <laughs> って言ってるこの人が輝いているその人の周りには何があるんですか、えー、水幸せな瞬間幸せの波動きあとオーラいや絶対言われたら <laughs> って思うことを言います。よ何があるかって。空気、空気。笑顔。だから、その人の笑顔の周りには何があるんです。か笑顔の周り。水蒸気。キラキラ。キラキラ、空気。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 空気はみんなの前にもありますよね。あ、そっか。時間。時間もみんなの前にもありますよね。だこの人だけ特別に。いや、だから、超、超幸せな人。幸せな人じゃなくて。超幸せな人の人が持ってて。幸せな人は持ってないんですよ。 え、違いがあるんですよ。<え>幸せと超幸せがあるんですよ。ちょっとあの分かりやすく言うちょっと問題ですけど、えー、彼の周りに何があるかっていう、超幸せな人誰イメージ誰あ超幸せそうな人をイメージしてもらっていいですか？うん、友達で仲いい人、うんまあ、自分でもいいですよ。その超幸せな自分は過去の幸せな自分が持ってなくて今持っているものがあるんですよ。ええー、目、うん、目に見えるのこれ答え,え、ね、答え言ったらああっていう？ うん、<ー>目に見えるというか概念というか、まあ、見えるものが意識されるだから概<念>雰囲気雰囲気雰囲気ってだから周りのこと言ってますよね<ー>さっきから水とか環境とか笑顔とか周りの状況とかなんかその言葉は我々は知ってる言葉ですか健康を持っている<単>元気を持って簡単ですよ健康な人幸せな人持ってますよね毛深い。 超幸せな人が持ってるもの必ず必ず必ずってこと幸せな人は持ってないんですよあんまり超幸せな人は必ず感情わかったかお気楽お気楽ああこいつヨガやってるからいやだから性格とかそういうものを持ってるから幸せになれるとかそういうことじゃないですよもう見たらあってああ持ってる持ってるキラキラした目いや持ってますよみんな持ってるねいや見たらあ超幸せな人には確かに確かに ポーズポーズこいつおおってこんなポーズするいやこうやってブラボーその人の周りですよ仏教的に言ったら縁起ですよ縁がき、縁が起こしてるから縁起があるってこと縁が周りてこの人がいるから要は超良質な人間関係があるんですよあ確かに確かになるほどねなあその周りか含ああそっか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  まあ、あのだから、人間関係があるんですよあ、まあ、そこ見ればいいってことね、その人見るんじゃなくて。いやだから、幸せな人を見てると、あいい家住んでるとか、ありますよね、なんか学歴高いとか、うんうん、かわいいとか、一般的ないつも楽しそうに笑ってるとか、うんうん、家族仲良く手つないで歩いてるとか、ほら、家族仲良く手つないで歩いてるから幸せそうって、人間関係じゃないですか。うんうん 友達みんなと楽しくなんかしてると幸せそうって超幸せそうな人間関係じゃないですか。うんなるほどで幸せそうにしてる人たちで、うん、あ,あってたまになんか実は自殺しちゃったりとかあ<ー>実はあーとか思う人たちって幸せそうに持ってたけど人間関係がなかったんだって。 思いません何か相談できる人一緒になんかでと例えば清六原とかにはいなかったんじゃないですかもしかしたらそうだまだけどあるあるけど本人がないと思ってたんじゃないですかそっちが大きいかもあの見えてないっていうの周りに友達とかいっぱいねいたはずなんだけど要は自分が何かを恐れて 引き寄せたんですよ、ね、んだからその幸せな人なんであんだけ清原とみんなトンネルズとか仲良くしてたのに、うん、ね,ねえあのあの男気じゃんけんのメンバーたちはどこに行ったの、ねね、だからねあの人たち男気ないじゃんみたいなね<ー>男気じゃんけんの人たち全員で一緒に謝ればいいのに男気謝り、ね、再生構成はねこの人たち一緒にね。うん まあ、まあまあまあそれは人のあるの中で仲高いがあったかもおかないしね、まあ、何があったか分からないですけど、うん、ただ幸せ超幸せな人ってやっぱり見てると周りにいい人間関係がありますよねいい人間関係って腸の関係なんですよねどういうこと一緒に楽しくご飯食べてたりするだから一緒にご飯んってか楽しくおいしいとか何か飲んだり食べたり話したり居心地がいいから腹,腹が。 だから嫌な人といるとお腹痛くなったりしますよ、下痢になったりとか同じものでも味が変わるからね本音で喋ってなかったら実は腹黒いとか言うから腹に全部、腹に据えてだから、腹はおいしいものを食べたいんですよ。細

この前もあの尊敬する人が腹で決めてることは正しいからって頭で考えようとしても頭で考えるって目で見たものを情報を見てるんですけど実は見てないということを早く気づかないといけないいいとけですよね、うん、まだ見てないこともいっぱいあるかもしれないからね見てないんですよ、ねうん、んこの辺のサインで腸が違和感というサインもやもやというサイン つきというサイン「負に落ちない」というサインもうこのサインを見逃しちゃ駄目ですよねもう説明できんけどいやいいですみたいなねこんなのをやらんといけないです直感でいいって思ったの情報で聞いたらね直感がね間違いないなんとなく直感あの7月30日からまあ自分のセミナーがスタートするんですけどそれに合わせて1か月ぐらいあるんだと。 何かセミナー室で朝講座とかいい。あ、もう朝講座やりたい、やりたい、全然もう朝大好き。うんうん、今日もあの朝5時に起きて、朝日見に行って、うん、ちょっと雲がちょっと濃いすぎてから、もう出る瞬間見れなかったんだけど。うん、最近ちょっとあの朝日ブームが。うう最近も見てなかったから、そういえば。で,で、例えば朝講座するんであれば。ね、毎週何曜日固定とかにした方がいいですよね。あ、自分は固定でもいいですよ。もし決まる朝講座は そしたら月か水木だけど夜講座とどっちがいいですか朝講座とやる自分がやるんだったら絶対朝ですよ<朝>夜はいい夜はね、うん、あの朝がいいです自分は違うエネ,エネルギーっていうか <laughs> 朝のエネルギーの方がまだ超朝やりたいって言ってました <laughs> 超朝、はい、超朝もう超朝したいって言って,言ってましたよ徳地さんに俺絶対朝やりたい五5時とか、うん、全然5時でもいいし6時でもいいし、まあ、あのセミナー室のまだ模様替え中なので、うん どうするかとか決めてるあれはないんですけど要はプロジェクターをどの位置に持ってくるとか音響をどうするとか椅子の配置だとか朝の太陽の光の入り,入りがどんな感じなんですかお部屋あの米軍基地側から来ますね東から上がってきますね。 ちょうどじゃあそこ朝日入ってくるレイアウトねもろもろさ新しい朝が来た希望ですじゃあスクリーンの場所は違うねあっちじゃないねまあもうちょっと準備してからなのとあと不動産屋さんとのね鍵どうするとか開けるとかいろんなこと決めていかないといけないのでそのタイミングでいろいろやっていきたいと思うんですけど最近あの こ,これやっぱりこのこれがよくて、うんうん、これでテキストで始めようと思うんですけどねこれこれ何何何これ私は何も知らないみんな,でレッスンなああ前あのもうこの入門編でも全然全部 OK だよって前こ<れ>最初の音やったやうん、うん、これを使ってやろうと思ってるんですけどただあのじゃあ,あの皆さんが洗脳されてるかされてないかっていう <laughs> テ,ス<ト>テストをちょっと あの普天間さんは一発で当ててしまう可能性なあるんですよね、ちょっとそういう系じゃないので <laughs> 今から3つのワードを言うので、うん、3つのワードを言います成功、幸せ、努力、これで文章を作ってください。成功幸せ,幸せ 努力今日これを僕はセミナーでやるんですけど、シーザー、うんまあ、さんはあの夜来れないので、ついでにみたいな <laughs>、あと横演習みたいな。あ自分はじ自信あるけど、できたよぶ、うんあの多分当てそうなんですよね、そういうあれなんで、たぶん、たぶんこれあの。じゃあ、あの服部君、え、僕ですかみたいな。ちゃんとお前、用意してただろうな。つはい 思い浮かん,なんですけどおおポジティブな意味で努力すれば成功し幸せになれるおおでマイナスな意味だとそのまま逆で努力しても成功して幸せになれるとは限らない,いあ、あのー、ポジティブな方ネガティブな方は別に,ととらあの別にそれはそれで問題なくて、はい、ポジティブな方が問題ですね、うん、ネガティブな方は別にバッチリ最高ですよネガティブなももう一回なんですか <laughs> 努力しても 成功して幸せになれるとは限らない。これここっちのほポジティブだよれ素晴らしい。実は実実はは素晴らしい。これはいいと思うけど、前のやつ、ポジティブなやつ、もう一個。努力すれば成功して幸せになれる。本当かなはい思いっきり狙った答えを言ってくれて、ありがとうございます。さすが、半蔵。半蔵が狙った答えを言ってくれて、多分この答えが一番多いんですよ。あ多分 この答えが、刷り込まれた教育ですね。<ー>努力したら、成功して、幸せになる。うん、と思い込んでいる。うん、違うんですよ。じゃあ、次、別の普天間さん、いきます,いいすか。はい、努力をやめた人から幸せな成功ができる。幸せなああ普天間さんらしいですね。<ー> <laughs> 普天間さんらしいですねあのちょっと新たな

さ,さっきの普天間さんのもう一回お願いします。努力,をす努力をやめた人から幸せな成功ができる。うん、あの努力をやめたっていうのが。高度な、高度なメッセージだから。メッセージが高度すぎるんで、小学生に言うと。みんなう遅刻しようとか、やりがちな誤解を。誤解を言いますよね。行動しないっては一言も言ってないので。うん 絶対行動ありきな努力という言葉の意味の使い方があるのであの普天間さんを知ってる人じゃないと誤解を誤解そう誤解うんでそれをサボりまくるよこれサボりまくるっていうかあの怠けぬい言い訳にしたりとかそれか普天間さん的な努力っていう意味って何いやいややるですよああそういうことだからあの努力というものに普天間さん流の意味がついてるから だか,あのー、だから努力っていうのはいやいやってイメージが一応もうあるじゃないですか。うんうん、楽しむ努力っていうイメージがあれば別にそれは努力していいんですよね。そうだから正しい努力っていう言葉をねちょっと足さないと努力だけじゃ危険なんですよね。あ,あの、うん、うちの教科書の人正しい努力は裏切らないが。そう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 。あそれは正しいね。その今逆だった私は思ってたな。なんですか細ォさんは。成功しない努力は。 幸せになれないあこれ細谷さんの現状ですねついつい現状がポロリとおっぱいポロリしましたよ今もう一回言ってもう一回言って成功しない努力は幸せになれない今なんか素晴らしいなんか実況セミナーめっちゃいいですね実況セミナーいいねこんなのね 超いい。今日のライブ、ライブセミナー。ライブ、ライブでめっちゃいいですよ。おっぱいポロリしちゃいましたね。いや、本当になんかね、そういうような出るんですよ。その。状況とかタイミングがぴったりで。成功する、やるべきことっていうのを学びたい。やっていきたい。新達さん。は、成功と。 努力が幸せにななるとは限らあだけどこれもまた新雑さんの気持ちが出てしまいましたて成功と努力が幸せになれるとは限らないちょっと他の人は知ってるちょっとちょっと諦めたモードも見えますよねいやその違ういやだから言葉自体の今じゃあったらこれが別に僕の答えじゃないですよ僕は勉強して 持ってきたあの材料なんで、うん、最初からここ僕がこれはっていうのは僕が作った答えじゃないので、うん、なるほどと思った答えがあるんですよ。うん、幸せだから努力が続いて成功するす。 反対だね言われあってきつかった続かんて本当にもう1か月しか持たんよ努力はだから今幸せだから努力が続いて成功するんですよこれ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 成功は幸せの向こう側にあるだけで成功の向こう側に幸せがあるんじゃないんですよだから その常にだからこれが洗脳されてるっていうか思い込んでますよねなんで幸せになるのにな、うんでみんな条件つけたんですかいらんよねなくてもいいじゃんって<や>水ね<ー>炭酸水飲めて幸せだしさ、うん、空気が吸えてここにあるのに今この場にこの楽しい瞬間をね今学びの奇跡の瞬間を今5人で共有してるところですよ一人鼻くそじ食ってたけど <laughs> <laughs> 今の話もまさに。うん 今ここ乌賊のびらですよね。今日から始まってますからね。はい、C M です。C M です。C M です。もうかった。すごい。いや本当に今の話こそ今ここ乌賊のびらの説明文にしたらいい。意味は何ですかっつったら幸せだと努力が続いて成功できる。いろんな人が今努力のいやいやも組みましたよね。 なんか今みんな今今今にフォーカスしてる人多いねうもうちょっと時代が変わってきて時代が今ここウガナビラなんですよホンですねあのー、やっと10月から始めたけどやっと時代がラジオに追いつきましたカンカまンカモエリバリーやべえこ,このラジオも販売しようぜ YouTube よこれ有料にしようぜ今日から, <laughs> 日からあのちょっとやっぱり普天間さんと僕との このメインでやってるこの番組、うん、まあふ政おさ,らさんとか上原さんもまあゲストの方もみんな一緒なんですけど、いやー、もう、今ここ、うがなびら、体育園ふさわしいね、いエンディング、今ここ、うがなびら第1回の、今ここがなびらいかがでしたでしょうか <laughs> 7月1日ですから、ねはい、いいですね、うん、ナイスの71ですよ、7月1日金曜日、うん、みたいなね<ー>。<laughs> 今ここ。第一回のゲストはシンさんね。大久のラッキーがラッキーがー。ついてるついてるついてますね。普通もうちょっと前に来てたらここでなんか下ネタでいじくられて帰っていこうになってたのいかがだ第一回第一回目の記念すべきゲストですけどどうした。 リニューアルすっごい良かったです。<laughs> あと <laughs> いう間でしたね、じゃあ、うん、もうね、<laughs> 本当に、今までのイメージしかないから、だからもう自分喋らないですよって、先に言ってた <laughs> 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 あの服部君がなんか、僕たちを見下ろして、よくやったみたいな。<laughs> よくぞ、ここまで、半蔵、じゃあお前、見守ってきたお前と一緒と、第1回のウガナビリの感想を言えいやー、なんかもう、格言メモしておきました。<laughs> <laughs> はかねだからこれからは1回1回を大切にしていこうとそうね10か月目になってやっと気付いたんですよ9か月終えてあやっぱ大事に今を大事にしよう1回1回をっていう意味じゃああのいろんな意味でちょっとやっぱり水が変われば心も変わり心変われば環境も変わる うんま、周りの皆さんのおかげで僕もこうやって成長しているんですけど細胞レベルで進化してる細胞レベルでだから昔あの言葉を水って呼んだんですよえだから水と言葉はセットでやったら多分最強かもしれない、うん、だから今ちょっとやばいなと思ってるのは普天間さんのアファメーションとこのスーパーポジティブメインみたいな感じと僕のねジャグリングメタファーメソッドみんなのものでもあるんですけど それと水とか、水の女神ね、水の女神のリッパとか、ノリティノリティ、いろんなあのね理学療法士の方とか行動の療法士とかですか、いろんな方がいるし主婦の方からね悩める人、水の情報でつながってていいね素敵ですね。それが今何の偶然か集まってますから、なんかできそうですよね。できるんじゃないですかもうもうそろそろビッグバンですよ。 なんか、もともと決まってたかもしれないですね。まねそうだね。その時期が来ましたって感じ。うん、説明できないけどね。うん、なんでこうなったのかは。タイミングが。一回一回のラジオを、まあ、今週、毎週休みなんですか、新座さん。うん、毎週休みじゃないです。今日たまたまなんです。で今日は、はい、今日休憩休みました。良<ー>かったです。浴衣着て。うん、それ<う>もね。 運命だったね。第一回に来るってすごいよ。もう本当朝来ますって言われてもうすぐ秒で。秒っもうじゃないまだ半蔵もあの自生都市まだ一本あります。前まだ。でもね六十秒ってからだからお前そこまで多めに漏れって言ったらその気分いいから。もうちょいだな。もうちょいだなってね。 あい発表ホソハラさん元気じゃないですか元気だよなんでね七月だから夏ですマナナマナティーのナナですよマナマナティあマナティーのマナ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 チュラマナって愛って書いてマナって読むああそれも入ってるの超いいさじゃもう七月も無敵細原だ無敵 で私さラッキーナンバーラッキーの気運が7月21日からアップするんですよバ<ー>イオリズムで始まってるさもう21日ああ0721ももうはい今誰も追わないように続きます <laughs> はい今ここ小川ビルありがとうございました創業祭7月に